はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。はい、今回はですね、あったな、ワールドのアーダーエリアを挑戦していきたいと思います。そこでですね、最後がフリオリー雪原だったかな。そうですね、フリオリー雪原のフロストランド。こちらをやっていきたいと思います。特に、特定の職業でないとダメというわけではないみたいです。お、雪。サーという娘が裂け目を裂けって、探してる？おっと、早くも。まあ、ストーリーを進めさせることで、ダンジョンがどんどん、いろんなダンジョンが選べるようになりますからね。それに期待して。さあ、これも特に問題ないみたいです。進めましょう。すごい火力。おー、倒しました。雪ウォックの鱗を、ゲットしました。
裂け目を通らないといけないのかな。おや？この面はクリアですか？ちょっとなんか不可解な動向ではありますよね。その謎をさらに命の登山口で進めていきましょう。おや？サラが結構力を持ってるのかな。瞬間冷凍マシーン。さらに、ミッション3へ。さあ、これがボスですね。アイスゴーレム。アイスゴーレムの核っていうのをゲットしました。
さあドラマパート、おお、なんか重い話になってきましたね。さあ次はこのウルフバレーっていうのをがに行くってことになりますね。というわけでこの話どうなってしまうのでしょうかと。すごいな。さらに攻撃が倒し、あっさり倒しましたね。はい、というわけで、久しぶりですね。セブスリバース、ストーリーモードやってみました。ちょっと複雑な世界観に なってきたかと思いますが、この後一体どうなるんでしょうか。ですね、ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録者数を募集、増やしたいと考えております。タイトルを右側にあるチャンネル登録ボタンを押していただければ、チャンネル登録できますので、ぜひぜひ登録ご協力をよろしくお願いいたします。ブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。最後20秒で流します。関連動画、関連動画プレイリストの方もよろしければ見てください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。